ジェルジンスキーの首相、ジェルジンスキーは、ロシアのモスクワ州中部にある都市。人口は2009年時点で4万4800人ほど。2002年国勢調査で4万1488人だった。モスクワ側の下半に位置する。モスクワの南東にあり、モスクワ市とは、市境を接している。リュベルツの 5km 南にあり、ビドノエの北にあたる。 ウグレし修道院、ウグレし修道院。修道院は城壁に囲まれ、その中には、多くの聖堂や池がある。1380年、トミトリードンスコイ降は、クリコボの戦いに赴く途中、ウグレシャ側のほとりのこの地で、聖ニコライの遺恨を発見したとされる。戦いに勝利した後、 ドミトリー・ドンスコイはこれを記念し、イコンの発見された場所に、ウグレシ修道院を建立した。その周りに成立したウグレシャあるいは、ウグレシスカヤと呼ばれた集落が、現在のジェルジンスキー市街の始まりである。17世紀、サーリー・アレクセイはしばしばウグレシ修道院に通い、アレクセイやモスクワ総主教にイコンがその邸宅を建てた、ため、修道院は、 ロシア有数の豊かさを誇るようになった。また戦争の折には、要塞としても機能した。19世紀になると、ウグレシの整備面の指揮によりさらに拡張工事が行われた。10月革命で、ボリシェビキが政権を握ると、1920年には、修道院は閉鎖され、モスクワなどの不老児を収容して、労働をさせるためのコロニーに変えてしまった。後には、 チェーカーの責任者、フェリックス・ジェルジンスキーにより労働者コミューンに変えられた。1921年、コミューンは修道院の城壁の外側にまで拡大し、城壁の外に集合住宅が作られた。この集落は、コミューン解消後の1938年に、都市型集落の地位を与えられた。この集落は、ジェルジンスキーコミューンにちなんで、 ジェルジンスキーと呼ばれるようになった。1981年に死に昇格した。今日では典型的なモスクワの郊外住宅都市の一つとなり、多くの人々がモスクワ都心に通勤通学している。ウグレシ修道院の跡地では、16世紀に完成した古い聖ニコライ聖堂が1940年に取り壊されるなどの破壊が進んでいた。 1991年には、ロシア製協会に返還され、以後、古い聖堂の修復のほか、新しい施設や聖堂が、建設されている。ジェルジンスキーには、化学工場が集積しているほか、軍用の化学工場、コンクリート製造工場、コジェネレーション施設などが集まっている。モスクワ市の市境を一周するモスクワ環状道路が、ジェルジンスキーの隣を通る。 モスクワやリュベルツへの通勤は多くのバス路線やマルシュルート化が担う。リュベルツからジェルジンスキーへは鉄道支線があるが貨物列車のみで旅客営業は1997年に取りやめとなっている。ありがとうございます。